BMW118D。 次世代のプレミアムコンパクトとして新しく生まれ変わった。こちらは待望のクリーンディーゼルモデル。力強い走りと経済性の高さで人気です。内装を見てみましょう。他のシリーズとも引けを感じさせない BMW 特有のコックピット。メーターパネルもコンピューター制御された最新モデルです。オートクルーズ機能はもちろん、オートワイパーやオートライトも搭載。8速オートマ、パーキングブレーキもこのボタンで操作。小物入れ、ドリンクホルダー、 USB ポート、そしてデュアルオートエアコン。後部座席も十分の広さ。後部座席に設置されているドリンクホルダー、トランクルームも十分な広さです。シートを倒すとこの通り。低回転域から圧倒的なトルクが味わえるクリーンディーゼル。力強い加速で高速道路もスムーズ。この重厚感のあるドア、たまりませんね。それでは走りを見てみましょう。滑らかなスタートですね。走り出すとディーゼルの音があまり気になりませんね。滑らかな走りです。メーターパネルもゲームみたいですね。地面にフィットした走りです。ステアリングもスムーズな動きですね。正面から見てもまさに BMW らしいフォルムだ。余裕のある力強さと伸びやかな加速フィール、車好きの方に運転してもらいました。乗り心地はどうですか？ビシッとしてるけどもいい感じですね。ちょっと衝撃を吸収する感じ、やっぱり BM ですね。とても楽しそうに運転されていますね。ストップ&ゴーの多い市街地でもスムーズな走り、またロングドライブも楽しい走りを満喫できます。この BMW118D が385万円から。高いのか安いのかはさておき、初めて BMW に乗るという方、大きいサイズは苦手という方におすすめ。また 420i グランクーペ M スポーツの動画も制作しておりますので、ぜひご覧になってください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。